静かに笑うところを笑っていただいて距離保ちながらやっていこうとしてます。はい、芦田さんどうですか。いや9年前ですか、初めて来たのは。あれから、ね、藤本さんどうですかね、変わられました。いや基本的にはあんまり変わらない気持ちでやってるんですけどね、うん、でもやっぱ若いですね、うん、さっき、ね、あ司会の方どっか行っちゃった、うん、40代最後の年っていうふうに言われて、うん、いや確かになと思って、うん、いやだいぶ来たなっていう気はしますねちょうど去年の夏にオープンして、バルコニーは200枚ぐらいあって、200枚あんだ、ブワーッとこう自分のバルコニーがあって他人の庭があってまた上の方にもっていうふうにすごい立体的に隣近所が、あみんな一緒にいるじゃんと。でも当然距離は離れていて、だからあるこう空間、建物の外側のふわっとしたエリアをシェアしながら、ある隣近所感、コミュニティ感を出してるんだけど、でもそれぞれのプライベートな感じはなんとなくちゃんと残っててっていう新しいこう共同体のこうなんか表出の仕方みたいになってて、でこれは一緒にやったフランス人の建築家がパブリックにすべきだと、ルーフトップは。で1階にレストランがあるんですけど、その付属のバーみたいなものとしてルーフトップに作っていて、そうすると住んでる人だけじゃなくて観光で行ってね、うん、で勝手に上に上がってルーフトップバーで飲むこともできるんですよ。なるほど。東京駅のすぐ北、はい、まあ、こう目の前ですね。で我々はね、長部っていうこの上の方のあのバーンって光ってるところありますよね、上の100メーターぐらいやってて、これが400メートル、高さ390メーターなんですけど、この辺を僕らがやってるんですね。この真ん中に穴が開いてて上空に抜けてるんですけど、うん、でその中がこんなんなっててブワーっていう丘違うホテルのロビーって言ってたじゃないですか。いやいやホテルのロビーあるんだけど丘ってみんながこう集まった時にこう、まあ、今もこういう階段席でみんなこっち向いてるじゃないですか、うん、みんな同じ方向向いて、気づいたらなんか知らない人とかもなんか横の方に座ってたりして、うん、なんかいいよねみたいな話になって藤本さんってどれぐらいのこうクライアントの言うことを聞きますかっていう質問なんですけど、ね、めちゃめちゃ全部聞きます。全部聞きますか、はい、プログラム通り基本プログラム通りですね。うーん、まあ、分かんないっちゃ分かんないじゃないですか、うんうん、だからまずはプログラム言われたことを全部受け止めてやってみて、うん、で どうしてもいやこれはこうの方がいいんじゃないのっていうところは、まあ、話をしながらやるっていう、うん、だから建築家がなんかさプログラムをこう与えられたプログラムのまま作ったらダメだみたいな、ちょっとたまに風潮ってあるじゃないですか、提案しなきゃみたいな、はい、いやいやまずは与えられたものを作ろうよって思うんですけどねさすがです。万博ではズバリどんな建築をされようとしてますか、作ろうとされているか、なんかビジョンって終わりなんですか。命っていろんなものがつながって初めて成立してるんですよね、うん、で生態系もそうですよね。でなんか今こうテクノロジーでねつながってるように見えるんだけど、逆にこう分断が加速されちゃっていて、本当の意味でのこうつながっているこの感じ、世界の一員である感じっていうのがもはや感じられない、難しい。万博のその場所であれば何かそういうすごく根本的な話ですけども、なんか慣れるんじゃないかなと思っていて、だから僕はすごく希望を持っているし、まあ、当然ねこれからの時代の先駆けになる万博にならざるを得ないし、しなくちゃいけない、そこは頑張りたいなと思ってますね。建築家ってどんな職業かっていうのは毎回ここに来てくれている、僕は基本的には人々のための場を作る人だと思っていて、うんうん、でそれはその場は人々がそれぞれの思いを持ってこう思い思いにいられる場であってほしいなと、この複雑な世界ですね、複雑怪奇なこの世界に耳を澄ますっていうこう仕事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。どうもありがとうございます。また来年来ますんで。ありがとうございます。